皆さんお元気ですか？シンガーソングライター、そして眠っているあなたの本当の声を引き出すボーカルコーチ、ひろよです。さて、今日はですね、ちょっと、皆さんに募集というかですね、皆さんが興味があるのかなっていうことでのお話をしていこうと思います。最近、そう、今7月なんですけども、2017年の7月ですが、7月12日にですね、私は Kindle 電子うまく言えない Kindle 電子書籍を出版しました。どういうタイトルかと言いますと、サウンドイングリッシュ、歌えばすべてうまくいく、英語のリスニング、スピーキングは怖くないというね、ちょっと長いタイトルなので、サウンドイングリッシュというふうに私は呼んでいますけれども、これです。で、一体どんな内容かっていうとですね、歌を使って英語の発音をマスターしていく、そうするとリスニングも良くなると、ざっくり言うとこういう、英語本という感じですね。ジャンル的にも語学部門の英語に入っています。なぜ私がこの語学部門、英語のところに、入るような、カテゴリーに入るような本を書いたかというとですね、これは私がいつもやっているレッスンに関係してきます。この YouTube チャンネルの中にもですね、英語の歌を取り上げて英語の発音というところにフォーカスした動画が10個ぐらいあるかなと思います。ですが実際のレッスンの中ではですね、もうボイトレの部分で、歌を歌うという段階の前、声のトレーニングの部分でですね、英語の発音の仕組みというものを利用して、皆さんにトレーニングしていただいているわけです。一般的なボーカルコーチがやる、例えばリップトレルとか本当効果があるんですけれども、ものだけではですね、うまくその人の体にアクセスできないという場合もあります。そしてですね、実際に歌を歌っていくときにですね、それだけでは足りないということがあるので、いろいろ考えた末ですね、英語の発音を取り入れたというところがあります。もちろん歌の、レッスンですので、実際に歌を歌う人たちに対しては細かく発音のこととかもしますけれども、日本語の歌を歌っている人に対してはもう少し少ないレベルでやっていましたので、この英語の部分というのをですね、しっかり取りまとめた何かというものを作る時期がやってきたという感じがしたので、それを作ろうと思っているわけです。で、この英語の発音するためにはですね、ある意味ボイトレの部分、さまざまなエクササイズここで出してきてますけれども、もうとても重要になってくるので、それももちろん取り込んでありますので、発音をして英語の歌を歌っていきたい、例えばもうプロの方でですね、もっとブラッシュアップしたいとか、そういう方にも十分役立つものに完成するんではないかなと思っています。で、これできましたというお知らせなんではないんですね、実は今作っている段階という感じなんです。そしてね、そのメソッド自身は、ほぼほぼもうね、出来上がったと言っても過言ではないんです。ですが、やはりそれは私と今までの生徒さんに対して行ってきたことをしっかりとまとめてきたということなんですが、もっと広くの人にモニターしていただきたいなと思っています。で、そのモニターの方を募集しようと思っているわけですね。で、この YouTube だけを見てですね、ピンときたという人はですね、少ないかもしれません。なので YouTube で発表するのはどうしようかなって迷っていました。メルマガを取ってくださっている方たち、今ですね、そのサウンドイングリッシュのメルマガを始めたところなんですけれども、そのサウンドイングリッシュのメルマガを取ってくださっている方はですね、多分私のこの、なんていうんですかね、やり方とかっていうのを感じながら、そしてもうすでに効果が上がっている生徒さんもいるので、感じながら、ピンときてらっしゃる方もいるんだろうなっていうふうに思っていますが、 YouTube って本当にもうちょっと遠いんですね、私から見ると。皆さんが本当にどう思ってるかっていうのはすごく捉えにくいところがあります。ですので、これを見て本当にピンときた方、すごく貴重な方だと思うんですけれども、でもピンとくる時ってピンときますよね。
はい、ピンとくるときはピンとくるんですね。ですので、もしそういう方がいらっしゃったらですね、ぜひ下のリンクの方をクリックしていただいて、サウンドイングリッシュのメルマガに登録していただきたいと思います。この募集はですね、7月31日の月曜日から開始します。そして3日間だけです。どうしてたった3日間なのかというとですね、さまざまと特典をつけるためっていうことでもありますし、実際これモニターなのでね、もう二度とモニターという形で募集することはありません。もしこの教材がきちっとできた証にはですね、もちろん皆さんに欲しい方に提供していくわけなんですけれども、モニターというのはですね、ゼロ期というところになります。まだ始まってないという時間なので、それはもう期間限定で行うものです。いつでも受け取れるものではないんですね。そして開始するのが8月の末からということになってですね、人数も限られています。多くの人にモニターをっていうわけにはいかないのでいろいろな事情で人数も限られていますので、そうですね、たった3日間ということにさせていただきました。まずはですね、この下のサウンドイングリッシュのメルマガに登録していただきたいと思います。そうしますとですね、月曜日になるとそちらの方からご案内の方をさせていただきますので、詳しいこと、一体どんなことなのかということをですね、長い動画を撮っています。長くきちっと説明しているので、それをご覧になっていただければなと思っております。とりあえずピンときた方ね、メルマガ登録は別にお金かかりませんので、していただければなと思っております。はい、今日はですね、本当にお知らせということでした。でも必ずこの2017年の夏、秋、そして、冬にまたがってですね、本当に変わりたいと思っている人、特に英語の発音やリスニングやそういったことで変わりたい、英語の歌を歌うも含みます、もちろん、というか英語の歌を歌いながらやるのでね、変わりたいと思っている人はですね、決断の時が来たのではないかと思います。それではお知らせまでまででした。またお会いしましょう。 See you, be happy.